僕自身、まあ、環境を変えたいと思っていましたし、また、まあ、これで、自分を必要としてくれる球団があれば、まあ、そこへ行ってプレーできるわけだし、まあ自分まあ、僕は自分を必要としてくれる球団でやれるのが一番だと自分では思ってます。野茂投手はすでにドジャースの登録を抹消され、10日以内に他の大リーグの球団にトレードされるのを待つ形となります。トレードを申し出た理由について代理人のダン野村氏は、先月28日に持ち上がったシアトルマリナーズへのトレード話を挙げました。彼は野球選手であってドジャースの職員じゃありませんから、やっぱりユニフォーム変わっても野球やるってことが一番大事なことですから、はい、一方ロサンゼルスのファンからは野茂投手の対談を惜しむ声が相次ぎました。やっぱりそうね、ヒーローだったんじゃないですかね、残念ですね。 Man, I really hate it because Nomo's a really good pitcher and I really